はい、どうも、イズログです。で、今回は、準1級のテストを来週控えているということで、自分のアウトプット動画ですね、15分以内でやっていきたいです。はい、やってる問題は、2020年1月26日日曜日実施された過去問、公開された過去問です。一番出来が悪かったやつですね。早速行ってみましょう。で、前、セクション1のやつはもう動画多分上げてると思われるんで、長文読解一番苦手なここからやっていきます。では、早速いきます。はい、これも15分でいきたいんで。タイガーシャークミー。サメの料理ってことかな。で、選択肢は26はインショート。インショートアットメイティフューザーも。一応中身を入れる感じかな。はい。これダメだな。タイガーシャークス、the fourth largest type of shark on the planet。4番目にでかいと、アーノン。これら、タイガーシャークは知られているというコンシューム、not only fish。魚だけでなく、カメ&マンマルズ、哺乳類か、such as seal, but, such as seals。seals ってなんだ。but also an extremely wide variety of other sea creature。海のもの結構食うと、even。マンメイドオブジェクト、人工物さえ、that end up in the sea。that end up in、結局のところ、海にあるもので、海にある人工物ですら結局食べちゃう。such as ラバータイヤ、ゴムタイヤ、へ、and car license plate、ナンバープレート、ルーティネリ on the menu for the these large、プレデターってなんだっけ？プレデターってなんだっけ？いいか。They seem to deserve 値するだ。ニックネームに値するガーベージキャンゾーズ。なるほどね。逆説ではない。インショートと見る。26はインショート。26はインショートでしょ？はい。で、次2番へ行って。で、エコロジスト、マーカス・ダイアン、ミシシッピ大学の教授は、リセントリー最近ディスカバード発見した、ダット・ザ・ダイエット・オブ・タイガー・シャークス、ダイエット・タイガー・シャークス、タイガー・シャークスのダイエットってなんだっけ、食生活のことか、ダ・アニマル・アノン・メイク・ミール、シーバーズ、なるほど、サッチャーズ、グルス・アンド、ペリカン、グルス、ウミネコ、カモメだったっけな、ウェンナタイガーシャークだ、アイモンコートディアリング、ルーティントラッキングプログラム。定期的に追跡をしているで、起こったトゥーボミット、サムファーザーズ、オントゥーヒズボート。捕獲したサメがゲロ吐いたと。はい、ヒーハーズノットプラクティカルショックパーティカル、特に衝撃的ではなかった。however、しかしながらアナリストリベラルと明らかにしたフェイザービロングに属する。ビロングトゥアソー、ソーコールドバックヤードバード。なんだよ。These are birds that live on land and often seem in people gardens such as sparrows、ツバメ&ツバメかな？ wrens、 知らん。忘れたな。アナリストオブダストマックコンテイン、内容物はモアタイガーシャークコンファーム、確認をしたバックヤードバーズはインファクトレギュラリーミーティングディスフェイ、クッドミントラブル。はい。で、クッドミントラブルフォーヒューマン、コンテインズアンアンエクスペクト追加物。2番かな。2番かなって思います。アナリスト。バードは、インファクト、実際、レギュラリー、常にミーティングディスプレイ、このような運命をたどっている。だ、ケースオブザ・フェノーメノン、このフェノーメノン現象は、ケースは、ライクリー、およそ、ライン・ザ・バックヤード・バーズ、ハビット・オブ・ミグレイティング、渡り鳥が、
移動するときの癖なんだね。Migrating birds are 渡り鳥は are often knocked into the sea by storms。 まあ嵐で海面に落ちちゃうんだね。アンアカスタム慣れていなかった to the water。 なるほど。 They are usually unable to return to the air once their feather become soaked。 まあ羽が濡れると飛べないってことね。 This explain how the sharks。 この説明はどのようにして、はい、これを食べれるかでしょう。Were able to travel so far. Select individual が違う。Gain access these animals じゃないかと思われる。はい。まあ、これで5分か。はい、次へ急いで急いで。ホームアドバンテージ。まあ、ホームのアドバンテージ。1個がホームスタジアム、アトモスフィア。まあ、一応ざーっと見て、コンバンレベルオブプレイヤー。地震の、プレイヤーの地震のレベル、ストレスオブトレイ。はい。まあ、ホームアドバンテージ is well documented phenomenon。 ドキュメントで劇的な現象であり、in certain sports。まあ、よく、スポーツによくあること、such as baseball and サッカーは、teams are statistically more likely to win。 あ、ステータスね。まあ、状況、ステータスなら状況 likely およそ to win when playing at home。 なるほど。ホームゲームは勝ちやすいと、than more than playing away ゲームよりも。One process to explain for this is the however、 しかしながら、オーダーデイビッド・ルー・ランチマン、知らない、ランシマン notes that if this は true、 これらがもし本当ならば、there would have century done there has been since luxury such as first class flights fancy hotel、 まあ面白いホテルアコンパニメント by セラピストを同行させるか、ボディケアをしてくれる人を同行させる。アスリートプレイングアウェイ。From home have become standard と。Strategies used in road games. Stress of traveling。コンフィデンス、これは違う。ストラテジー used in road game、それは違うな。って俺は思う。When playing the phone ping post home at stress of traveling かな。One proposed、 3かな。はい、20。から。1は3と2。はい、2番。Another potential factor、 潜在的な要素。Players familiarity with their home field、 まあ、慣れている、馴染んでいる。Although sports field、 まあ、スポーツの場所は do not differ、 違わない、著しく違わない。 from one place to another、 そりゃそうだ。ロシア、ん？ランシマン points out、まあ、この学者が指摘する that being familiar、 慣れている with even minor aspects、 まあ、アスペクト、側面 of one's surroundings、 側面は enhance、 包み込む、拡張だっけな、 confidence、 あ、拡張する、自信を拡張する。 in the performance of repetitive、 わかんない、フィジカルタスク。When a team move a new home field, the team's home advantage initially goes away。 なるほどな。Only to return once athletes get used to their new surround。 なるほど。This is clearly demonstrated、 まあ、著しく示されている。 There are long-lasting effect、 まあ、長く続く効果。This increase even more。
Feel か There is different type of benefit when team moves clearly demonstrated じゃないか。はい。The way 3番は Otherwise の逆のバージョン。In contrast The way sports venue are constructed 構築された also seems a わかんねえな to affect home advantage venue、うん、in an analysis of over 35,000 major league baseball game 3000、まあ、3万5000試合以上やるリサーチャーは研究者は全部ティムチャオがレポートで報告したティームスプレインがドームスタジアム、まあ、屋根のある野球場ではアットホーム 10.5% の勝率 more games than when they were on the road。 なるほどね、オンダロードって言うんだ。 The on the games other hand 一方では teams playing in the open air stadium won 7.2% more game at home。 あ、そうなのか、へえ。リサーチャーズのあちょっと間違ったかもしれない。ドームスタジアムトラップノイズマナーハヤスタジアム&ダットダエンスージアム熱意フロンファンからの熱烈な声援からダクラウドヘルプスティームプレイベーターアンダーウィンモアゲームスティームスフーズホームスタジアムアドームパフォーマンススペシャリーウェルアットホーム。Because of this かな。まあ、314。はい、急いで。で、あ、やべえ、11分だ。これで11分だもんな、かっしいな。15分で3問終わんねえな、あんな長文。まだあるもんな。終わるわけねえもん。はい、じゃあ、かっしいなまでやろうか。15分だし。With it to which dark, かっしいなってなんだ。According to the author of passage, the drinking of cassina was, カッシーナを飲むということは何だった？カフェテリアキ、ダークカラーカフェイン、デッドキック、ローステッドアロマ、うん、いられたのかな？カッシーナ、ビバレッジメイド飲み物か。Leaves of type of holy tree, セナン、キノヘ、could easily be mistaken for black tea.まあ、黒い紅茶と見間違えるくらい、黒い紅茶なのか、カシーナって。カシーナは、しかしながらカシーナは、does not come from China。中国から来ておらず、where tea originated。起源を持って、中国ではないところに起源を持っている、but from the southern coastal area。南の海岸。北アメリカのネイティブアメリカン began。drying and roasting カッシーナ。一定のレベル。live over 1000年以上の前にアトレイドインダブラックドリンク。黒い飲み物と交換したか。貿易したらカッシーナ。ワズノンとして知られる。ほえ。ストレッチタークロス。何に及ぶコンチネント大陸か。コンチネント大陸か。before theアライバルヨーロピアンコロニー、まあヨーロッパ人の人たちがいるところだね、生活しているだコロニー生活クはアドプテッド対応したザビバレッジ飲み物にドリンキングカッシーナデイリーインフロリダ&アザーサウサンコロニー。ここ1問までだね。ビギャンと言ってたバイネイティブピュレーションサウサンパートWho lived along the popular parts of European, even North America was colonized by Europeans. Surprisingly, widespread among 違う introduced Native American by European. Profit from trading. 4番と見る。はい。まあ一応無料の動画では、ここまでが限界なので、次からこのカッシーナの2番からやっていきます。